今回紹介するのはこちらのクアトロガッティのパイソンのベルトです。色は、やや暗めのオレンジ色で、ところどころ黒く見えるんですが、これは一度暗めのオレンジに全部塗ってから、またブラックを全部塗って、鱗の部分だけ拭き取って、染めていますので、結構面白い加工になっています。多分こう溝にちょっと黒く染まっていて、結構表情のある、陰影のある、動きのあるベルトになっています。コーディネートはもうデニムから、カラーパンツ、白いパンツまで、幅広くいろんなコーディネートにも合うと思いますので、ぜひカジュアルな格好に、使ってみてください。サイズの調整はこちらベルトの裏側の2本のビスを外して切っていただければ、簡単にできますので、